今日はですね、午前中に台風が来てたんで、なんかちょっと木の枝なんかが散乱してるような感じになってますけど、まあ、今回こういった、まあ、ちょっとした神社みたいな、これ勝森公園の隣にある山の方なんですけどね、まあ、今回こちらの方で撮影したいと思います。こんばんは、めいやです。まあ、俗に勝森山って自分たちは呼んでましたけど、まあ、花見の時期なんかはここ結構人がにぎわうようなスポットなんですけど、今回ちょっとこちらの方に来てます。でこちらに来た理由としてはですね、ここの山はですね、あの小学生の頃なんか、あの勝森公園の池にカッパが出るって言われてて、まあそれに対して、まあ、こちらの山には天狗が出るっていう、まあ、そういう話があったんですけど、まあ実際天狗が出るかどうかはね、まあちょっとその後付けみたいな感じなんですけど、まあそういう場所なんですけど、まあそれとは違うんですけど、自分が小学生の頃にですね、まあちょっとここでまた不思議なものを見たっていう話なんですよ。まあそれが何かっていうとですね、あのヌエ様って呼ばれるものなんですよね。でそのヌエ様って多分あんまり聞いたことないと思うんですよ。でもこれって結構どこの地方でもよくある話なんですけど、なんか一部の子供にしか見えないような、なんか妖怪みたいなものみたいなんですよね。で自分もここでそれを見たっていう話なんですけど、そのまあ今から35年前ぐらい、自分が小学校の3年生ぐらいでしたからね、あのここにですね、自分の同級生とその弟とその弟の友達かなんかで4人でですね、虫取りに来てたんですよ。でその時にたまたまですね、まあ隣の学校の子供がですね、まあ子供っていうか、まあ自分と同級生ぐらいだった、まあ、当時4年生ぐらい、3、4年生のその、まあ隣の学校の人が4人来てたんですよ。でまあ1人その中6年生かなんかが混ざってたかな。で結局ですね、なんかその、そこのその6年生の子っていうのは結構面倒見のいいような感じの人だったみたいでですね、あの、まあうちらも含めて、まあ、8人でここでかくれんぼしようっていう話になったんですよ。そしてですね、あの自分とその6年生の子が鬼になってかくれんぼ始めたんですよ。そしたらですね、しばらく、まあしばらく経ってっていうか、まあそのみんな隠れに行ったんですけど、そのうちその隣の学校の一人の男の子がですね、ヌエ様がいたって言って戻ってきたんですよ。でそれで向こうの学校の人たちはみんなですね、あ、ヌエ様見たい、ヌエ様見たいって言い出したんですけど、まあうちの学校ではそのヌエ様っていう言葉を聞いたことがなかったんで、それ何って思ったんですよ。でもなんかヌエ様っていうのはですね、なんか何でも願いを叶えてくれるなんか神様の使いみたいなものらしいんですよ。でそれを見たって言うんですよね。ちょっとここ何ですかね、行ってみましょうか。で話は戻るんですけど、そのヌエ様っていうのが本当いたっていう話で、そのみんな見に行ったんですよ。そしたらですね、その向こうの学校の人、その6年生の人と、その姉様がいたって言った子は見えるらしいんですけど、後の2人は見えないって言ってた、見たことがないって言ってたんですよ。それで、実際にですね、その、姉様ってなんだろうって自分も思ってたんですけど、ちょうどここのですね、裏の方だったかな、行ったらですね、だいぶこう変わってるんですけど、この辺りかにですね、この辺りだったかな、あの
ヌエ様がいたんですよ。でどんなのかっていうとですね、なんか一見ですね、まあ子供よりもその当時小学3年生ぐらいの自分よりも小さいぐらいのなんか猿のような動物みたいな感じなんですよ。でもですね、顔は人間なんですよ。まあでも人間って言ってもですね、なんか口はあるんだけど鼻がなくて、その2つの目がなんか頬骨のあたりにまで下がってる感じなんですよね。なんかそういうなんか謎の生物、妖怪みたいなのがいたんですよね。どこの辺りだったかな、ちょっと変わってるからあれですけど、この辺りだったような気がするんですけど、それがいたんですよ。で、あーって自分思ったんだけど、自分の学校の他の3人は見えてなかったんですよ、それが。それでほら、おるやんおるやんって言ったけど見えてないみたいで、で結局自分はですね、なんかそれを見た時にですね、なんか怖いって思ったんですよね、多分。それでわ、怖い怖いって言ってしまったんですよ。そしたらですね、そのうちの見えないって言ってたその3人と、あの向こうの学校、隣の学校の見えないって言ってた2人の人がですね、急になんか自分を取り囲むような感じで来て、そのみんな口々に「ヌエ様に謝れ、ヌエ様に謝れ」って言ってくるんですよ。それですっごくあの怖くなって、とりあえず逃げたかったんですけど、もう囲まれてるからですね、もうとりあえずその6年生の子とかもですね、いやとりあえず謝ってヌエ様にって言うからですね、もうごめんなさいごめんなさいって謝ったんですよ。そしたらなんかその自分を取り囲んでたその人たちがみんなその我に返ったみたいになって、その何事もなく済んだんですよ。でもその時にはそのヌエ様っていうその猿のような生き物はもういなくなってたんですよね。でもあれも確かに見えてたし、おそらくその見えてるっていう人は多分同じものが見えてたんじゃないかなって思うんですよね、っていう、まあそういう話がここであったんですよ。でもなんかちょっと子供の頃の感じとだいぶ変わっちゃってますね、このお堂みたいなところも。なんかイメージしてたのと少し違かったですけど、まあ今回そういう話だったです。まあ実際のところですね、今回その話に出てきたそのヌエ様って言いましたけど、それが本当にヌエ様だったかどうかって言われたらちょっと微妙なんですよね。なんとか様だったような、なんとかさんだったかもしれないっていう、なんかちょっと名前がうる覚えだったんですよ。でもまあ実際、まあそれぞれの地方ごとになんか呼び名とかは違うんじゃないかなって思うんですけど、まあそういった子供にしか見えないような妖怪みたいなものがいたりするんじゃないかなって今でも思ってます。でまあ実際あの時見たその猿のような、そのまあヌエ様って言いましたけど、そのヌエ様はおそらくそのまあその神様の使いなのか知らないですけど、まあなんか人の願いを叶えてくれるほどの力はなさそうに見えたんですよね。ただまあその何人かの人をまとめてなんか操作するようなまあ能力はあったみたいですけど、まあ実際ですね、この話も多少脚色してあるんですよ。ということでですね、まあこの話、まあどこまで信じるかっていうのはですね、まあ信じるも信じないも人それぞれっていうことで、まあいいと思います。というわけで今回は、まあ、幼少期にこの神社でヌエ様を見たっていう話でした。それではまた。